アップルアクスノーホワイトデザイン言語とは、ハルトムットエスリンガーのフロッグデザインで開発された工業デザイン言語である。1984年から1990年にかけてアップルコンピューターによって使用された、このスキームには装飾、換気、実際よりもコンピューターの筐体が小さいと、錯覚させるために垂直および水平のストライプが入っており、その中でも、 小さく見せるという要素は同様のストライプが入った初期の当たり製品のデザインに触発されたものだがデザインを猿真似したわけではない。このデザイン言語はアップルの世界的な評判を高めコンピューター業界のデザイントレンドを設定し製造業及びビジネス界におけるコンピューターの認識を形成した。他のデザイン的な特徴の中でもエスリンガーによるアップルロゴの表示は 数年前からほぼ全ての製品に採用されていた。1982年、アップルの関係者は、会社が世界クラスの企業として確立するのを助けることのできるデザイナーを、会社の外に、そして実際には国の外に探していた。スノーホワイトは、白雪姫の7人の小人にちなんで、コードネームが付けられた新しいデザイン言語が適用される7つの、 プロジェクトを示している。何人かのデザイナーは、スノーホワイトプロジェクトの下で、アップルから7つの製品について何を思いつくかを求められた。最終的な勝者は S リンガーで、結果として得られたスタイルは、プロジェクトのコードネームを呈していた。アップルアクコンピューターと、その周辺機器が初のスノーホワイトデザインとなった。当初、スノーホワイトはアップルで、 フォグとして知られる、クリームのようなオフホワイトで製品化されたが、その後の他の製品は1987年以降は、それ以前のアップルのパテのような色よりも明るい、ウォームグレーの、プラチナ色に移行した。エスリンガーは、もともと悪向けに明るい白色を好んだが、ジェリーマノックはそれだと指紋が目立つだろうとうまく、主張した。それにもかかわらず、エスリンガーは、 元のアップルのベージュ色を嫌い、すべてのスノーホワイト製品は、悪と同じオフホワイトを使うことを主張した。プラチナ色に変更されるまで、ハードディスク 20SC を除けば、他の色のスノーホワイト製品が、他の色で発売されることはなかったが、それは、ハードディスク 20SC の上に乗せることを想定された、マッキントッシュプラスのベージュ色に合わせるためだった。 1990年以降、ロバート・ブルーナー率いるアップル・インダストリアルデザイングループは、スノーホワイトデザイン言語の仕様を徐々に変更し、段階的に廃止し、マッキントッシュカラークラシックから新たにエスプレッソと呼ばれるデザイン言語を採用した。マッキントッシュアクス・マッキントッシュポータブル元々のアップルの工業デザインのスタイルとは対照的に、 スノーホワイトデザイン言語には以下の際だった特徴がある。これらの特徴のいずれか内視すべてはアップルが設計した製品に対するスノーホワイトのフロッグデザインの影響を示している。最初の公式の実施となったアップルアクではデザイン要素のすべてが完全に表されてはいないがマッキントッシュ2にはすべてが採用された。その後、 マッキントッシュ LC からいくつかのデザイン要素が段階的に廃止され始めた。アップルロゴスノーホワイトをテーマにしてデザインされたアップル製品アップルイーグスレーザーライター2マッキントッシュ中1984年から1994年の間に発売されたほとんどのアップルディスプレイズもアップル通用に特別にデザインされたものを除きスノーホワイトを採用していた。 1986年から1993年にかけて発売されたすべてのアップル ADB キーボードドマウスはスノーホワイトデザインだった。リザにマッキントッシュ XL マッキントッシュ E シュパワーブック165、100シリーズとデュオシリーズのパワーブックとアクセサリーはどちらも統合されたスノーホワイトデザイン言語を使っているアップルの デスクトップ製品と結びつけることを意図していた。しかし、明るい色と装飾的な凹みのある線は、縮小されたデザインには適切ではないようだった。公式の統合された外観と調和するより暗い、グレーの配色を採用することに加えて、デスクトップ機上面のくぼませたラインを模倣し、隆起させたラインのデザインを採用した。これらの初期のパワーブックは、古臭くなった。 スノーホワイトの外観を使用した最後のものであり、このような根本的な適応を行った唯一のものだった。ありがとうございます。